皆さんこんにちは、小野瀬未来です。私は今 SR330 というボートの中央に立っているんですけれども、このボートの魅力についてヤマハ発動機の西上さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はヤマハスポーツボートのフラグシップモデル SR330 についてご説明させていただきます。このボートの特徴は何といっても40ノット近く出るスピードと船上で過ごすことを意識した空間レイアウトになります。まずはバウからご説明させていただきます。バウのソファーはとてもゆったりしていますね。はい、7名が座ることのできるラウンドタイプのソファーとなっており、ドリンクホルダーも人数分以上ご用意しております。スポーツボートを楽しむにはここが特等席ですね。はい、スピーカーも装備しておりますので、お好みの音楽でクルージングをお楽しみください。真夏の暑い日に飲み物を持って座れば気持ちよさそうですね。それでは次にコックピットをご紹介ください。はい、こちらには7インチのエンジンディスプレイと12インチのディスプレイを標準装備しております。機能的ですっきりしたレイアウトになっております。またヘルムマスターも装備しております。こちらのジョイスティックでその場回転や平行移動も可能になっております。またこちらのヘルムマスターには定点保持機能や選手方向を維持するドリフトポイントも標準となっております。ステアリングはイタリア製のものを採用しております。私でもこの大きなボート操船楽しめそうです。こちらには何が隠れてるんですか？こちらは標準装備のグリルになっております。おお、本当だ、夢の船上バーベキューですね。はい、そしてこの下は冷蔵庫になっております。はい、生鮮食品や冷たいお飲み物を保管しておくことができます。あ、後ろにシンクがあるのは嬉しいですね。こちらの扉には何があるんでしょうか？こちらは電動マリントイレのあるパウダールームになっております。エアコンも装備しております。パウダールームが快適なのは嬉しいですね。はい、船酔いの防止にもつながります。こちらはミドルバースですね。はい、電動でベッドを出せばフルフラットでご利用いただけます。もちろんストレージとしてもご利用いただけます。こちらはアフトデッキですね。こちらも余裕の広さですね。はい、こちらのラウンジシートには大人8名がゆったり座ることができます。また走っていても止まっていてもゆったりくつろげる空間になっております。このようにドリンクホルダーやスピーカーもついておりますので、はい、お好きな音楽で楽しむことができるかと思います。またこちらのライトをつければ、はい、夏場のナイトステイも雰囲気バッチリです。またハードトップが暑い日差しを遮ってくれるので真夏でも快適に過ごすことができます。はい、うん、こちらからセンターステップに出ることができます。こちらのポイントは何でしょう？はい、センターステップからの海面の近さです。こちらから海にエントリーしていただけます。ボートに戻ればこちらのシャワーで海水を洗い流すことができます。清水タンクは100リットルございますので、お子様がたくさんいらっしゃっても対応できます。なんといっても300馬力に気がけのエンジンは迫力があります。合計600馬力はヤマハ国内船外規定モデルで最大馬力です。このエンジンをご覧いただければバウでの爽快感、操船の楽しさはご想像いただけると思います。いかがでしたか？ SR330 をご紹介させていただきました。 SR330 のオーナー様のご購入動機は約8割が試乗して想像以上だったということです。ぜひ試乗会にお越しください。